ょっと随分引きずられてる感じ。そうそうそう。よろしくお願いします。校長の佐藤と申します。まあ私も柔道なもんで。あ、柔道なんですね。はい。ありがとうございます。佐藤と申します。すみません、今日は。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか本当に、ご縁ですからね。あ、 ありがとうございます。はい。私、1年半前に、はい、脊柱管狭窄症でしてばっかり開けていただいて、はい、そのトンネルをトンネルを開けたっていうより滑り症からのやつだったんで、はい、中を開けてます、多分手術で。なるほど。それでなるべく触らないようにこうやって、まあ、しびれは取れてるんで、はい、脊柱管を広げてるんですね。そうそう。あ、なるほど、はいはい、だから戻したんではなくて広げる手術、まあ、広げるっていうことで、はい、去年の12月にやっても、一昨年、一昨年ですね。だから1年半、はい、1年半経ってる、はい、で、しびれはなくなったんだけど、なんかこう自分で言うとその足の長さがちょっと違ってきたような感じ、はい、それで気づいてはいない、そのなんだろうな、こうびっくりする感じみたいで、はい、それどっかでそのなかなか時間なくて、はい、でまあ、今なるほど。リハビリとかしてないんですか。特に結局コロナで、あ、そうですよね、入れてた日に、まあ、順天堂で私やったんですけど、はい、やっぱり行けないとなるともう行けなくなっちゃって。そうですね、わ、うん、かりました。でちょっと、まあ、はい、拝見させてください。すいません。でポケットの方全部出していただいて、はい、じゃあ向こう向いていただいていいですか、はい、そうそうです、背中を拝見します、はい、あ、だいぶ先生左側の背中の方が出っ張っちゃってますね、はい、なの で上半身を左にはひねりやすいと思います。左にひねっていて上半身だけ、はい、こっちはいきますね。で反対は一気にくくらいですか、立ってこの辺から、そうですね、ここですよね。そう言われれば、はいはい、こういう背中をしてるんですよ、はい、でこれちょっとお辞儀してもらっていいですか。どこまでいきます先生、これ腰痛くないですか。もうパンパンでした。あ、足がパンパン、はい、起きて、はい、まあ、それが平気ですね。かろうじてつくことはつくります、はいはい、後ろに取ってもらっていいですか。これが問題じゃないですか。あ、これはきつい、きつい。どこが痛いですか。どこだ、はい、腰ですね、はい、はい、じゃあねじります。ねじって、これは平気ですか。はい、でそのまま後ろに通してみて、これ痛い、痛くない、痛くない、はい、OK、反対お願いします。バランスが悪いな、はい、これ痛くないですか。痛くない、はい、はいはい、じゃあ前のライから万歳。あー、だいぶ先生上がりにくいですね、うん、耳につかないですか。あ、つかないですね。つかない、こっち特につかないですね、はい、OK、はい、今度ね、上を向いてみてください。これ腰痛くないですか。つうか、ちょっと上、腰より背中が痛い、この辺が痛い、うん、分かりました。で先生、仰向けでお願いします。じゃあ、あちらにしましょうか。よし。多分ですね、この親指の長さが、うん、これだいぶこっち長いの見えますか。あ、見えない。あ、見える、見える。見えますよね、はい、なので、結構左右差があるんですよ、うん、これが痛いと思います。あ、痛い。こっちは平気です。あ、大丈夫、ね、こっち痛いですね。あ、痛い、はい、こっちのお膝は倒れやすい、はい、ね、まだ柔らかいですね、はい、そしてこっちは股関節が硬い、硬いですね、はい、両膝を曲げて、はい、先生ね、これが痛いと思います。痛い、ゴリってしますよね。ごめんなさい、ごめんなさい、うん、こっちは全然痛くないです。ああ、そうです ね、これが痛いです。あ、痛い、ごめんなさい、こっちは平気です。じゃあお手でここでお願いします。お手でここです、はい、はい、はい、肘を下ろして、はい、はい、失礼します。足にしてください。で、こっちはもうまばら持ってるんですけど、こっちはすごいスペースが空いてますね、はい、なんか大きさで言うとこうなっちゃってます、はい、これは腰から来てる広背筋とかの関係性なんですよね、うん、これが万歳です。肘を伸ばして耳に寄せます。あ、硬い、痛い、痛い、どこが痛い。ここそこが痛いですね。そして、耳に寄せようとすると手が合わないじゃないですか、うん、そういう左右のバランスがあるということですね。さあ、腰の動きを見ていきます。
佐藤先生、これ痛くないですか？痛いけど、まあ我慢できる、我慢しないで、痛いですね、はい、これも、これは大丈夫です。あ、こっちはそんなでもない、そんなでもないです、はい、両膝曲げて、はい、お尻を動かしていて、これきついですね。まあ、でもまあまあできなくはないけど、はい、はい、戻してください。そして、丸まります。これは硬い、痛くはないです、痛くはない、ちょっと硬いですね、はい、これは先生大丈夫、はい、こっちは大丈夫、はい、これ痛いですか、はい、こっちは大丈夫、まあ硬いですね、硬い、もうとにかくめちゃくちゃ硬いはい、わかりました。前はね、じゃあそんな硬くなかったんで、はい、では楽にしてください、はい、息を吸って、もうどこでもいいです、はい、はい、楽にして息を吸って、はい、吐いて、吸う呼吸ですよね、OK、もう一回手ここでお願いします、はい、楽にしてください先生、そうです、そうです、うん、まだまだ離れないですね、ここからこう、はい、肘を伸ばして、はい、耳に寄せます、これまで痛いですね、肩はどうですか、痛くない、痛くないけど、さっきの痛みはないですね、はい、ないです、 OK、 そう、それでさっきこっちの股関節は硬くて痛かったんですが、うん、これどうですか、まだ痛い、いや、そうでもない、そうでもない、はい、両膝曲げて、はい、はい、お尻を動かしてください、上げやすくないですか、そんなことない、ちょっと上げやすいかもしれない、はい、はい、はい、OK、 はい、丸まってみます、これは硬いっていう、硬いけど、うん、あの、はい、痛い、お、こっち柔らかいですね、はい、お、いいぞ、はい、うん、あ、OK、さっきよりいいな、OK、うつ伏せでお願いします、うつ伏せ、はい、はい、はい、先生失礼します、楽にして、力抜いて、力抜いて、そう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 、はい、息を吸って、はい、吐いて、仰向けでお願いします、先生、これで、股関節どうですか、なんか動いてるか、柔らかい感じしますかね、だいぶいいですよ、はい、こっちも、あ、柔らかい、すごい、はい、両膝曲げて、はい、お尻を上げてください、上げやすくないですか、どうですか、上げやすい、はい、OK、はい、丸まります、どうですか、あ、全然行くようになったね、行くようになりましたね、めっちゃ柔らかいです、あ、いいですね、いいですね、腹が出てる分からなし、だいぶたくましいですからねはい、足を伸ばして、これで、もう一回ここで失礼します、力抜いて、はい、ほら、こう、だいぶいいかなとは思うんですけど、まだ硬いな、これは硬自体の問題かもしれない、あ、そうです、はい、肩はもともと、ええ、あ、怪我しました、はい、俺野球やってたんですよ、高1まで、えして、その後柔道転向してた、野球プラス柔道、はい、肘を伸ばして、はい、ここではまだ曲がってるんですよ、はい、はい、これどうですか、肩、あ、だいぶ、だいぶですね、 OK、 あとね、ここですね、先生、肩自体が、うん、これ手に乗せかして、はい、ね、力抜いて、はい、あ、だいぶだな、まあ、それも影響あるんですよ、ええ、ちょっとね、はい、耳に寄せて、痛みどうですか、あ、まあ、よくない、よくないです、一回立ってみましょう、先生、稽古取り飛ばしてから体を起こして、稽古、お、いいよ、あ、先生、あの、背中の高さがイーブンになってますんで、ちょっとね、環境が変わったと思うんですね、ちょっとお辞儀してみましょう、トン、あら、プラス、やつですね、OK、はい、後ろ反ってみて、おお、どうですか、大丈夫そう、はい、はい、じゃあねじって、ねじってですね、ねじって、大丈夫そうですか、反対もお願いします、うん、
いいですね。ブクブクいけるよね。はい。だいぶいいですよ、先生。ちょっと、あの、口で歩いてもらっていいですか。うん。あ。ちょっと違和感ありますね。でも、だいぶこう、はい、なんかね、例えば、野球とそっちで打つでしょ。はい。して、その後、走った時に、ガクガクになります。ってなってる、なる感じ。はい。もう一回仰向けでいいですか、先生。これで先生、おそらくですね、ここがまだ痛いんだな。もう一回。こっちですね。うん、ここちょっと触ってもらっていいですか、自分で。ここ硬いの分かりますか。ああ、分かります。分かりますよね。はい、ちょっと痛いでしょ、うん、はい。手を下ろしていただいて、こうして。はい、もう一回触ってください、痛かったとこ。いや、あの比べるとさっきと、いや、完璧に取りたいんですよ。まだちょっとは痛い。うん、ちょっと痛い。ただ、もう一回触ってください。そこ、痛いですね。はい、でこれを、ここを押すともう痛くないでしょ。痛くないですね。そうです、ここが硬すぎるんですね。立って歩いてください。だいぶ違うと思うんですよ。もうこういう感じも全然違うもん。あ、今違います。うん、あ、よかった。感じなのは立って歩くことですからね。ブレなくなってきた、うん、これ走れる。おー、なんか走ってても、はい、見てください。すごい、こういう柔道できそうか。はい、はい、待機です。大丈夫そうですか。それで気をつけてください、先生。もうすいません、ありがとうございます。また機会ありましたら、ぜひ。どちらなの。